開店を前に入り口に掲げられたポスターの日めくりが変えられます。あと1日およそ30年親しまれたピボが明日閉館します。札幌中央区のファッションビルピボ、閉館前の最後のセールには大勢の客が訪れています。オープン前の準備段階から30年にわたりピボに携わってきた館長の丹内智弘さんは、非常に寂しい気持ちでいっぱいです。開業時にどのぐらいのお客様が来るか非常に不安だったんですけども、開店日にもう1000名近いお客様が並んでいただいて、オープン玄関でお迎えした時がもう涙が出るぐらい嬉しかったです。老朽化に加え現在の耐震基準を満たさないことによる取り壊し、跡地では3年後の開業を目指して商業施設やホテル、オフィスなどが入る複合商業施設の建設が計画されています。再開発が進む札幌中心部、新幹線延伸工事のため札幌駅エリアの商業施設では去年9月のパセオ閉鎖に続き、8月末にはエスタが閉館。大通地区でも去年1月、4丁目プラザが閉館となりました。札幌の街にとってピボはどんな店だったのでしょうか。若者も手が出しやすい、いいブランドがたくさんあったっていう場所ですね。やっぱりセレクトショップだったり、おしゃれなちょっとマニアックなブランドだったりがいっぱい入ってたので、お仕事楽しかった記憶がありますね。札幌のファッション事情に詳しいスタイリストの石切山幸子さん、写真撮影などに使う洋服選びや新聞記事の執筆のためにピボをよく利用したといいます。パルコ、ヨンプラ、ピボっていうこの3つがいろいろ住み分けられていて、カルチャーとファッションが融合したお店があったりとか、どちらかというと一般受けっていうよりはおしゃれな人が好きな建物だったと思います。ピボが現在入っている建物は1968年に完成、1973年からは大手スーパーダイエーの北海道1号店が入っていましたが、1995年にファッションビルとして生まれ変わりました。ピボドゥバザー702スタイル、丸い三越の老舗に加え、パルコや四丁目プラザ、そしてピボ、札幌の商業の中心だった大通地区でしたが、2003年 JR タワーを中心とした大型商業施設が開業すると大きく客を奪われることに。ピボも苦境に立たされます。もう少しパブリシティの部分で、藤田さん、ちょっと各雑誌社にいろいろ PR してくれる？いろいろこれだけピボが変わるんだっていう部分で。現在の館長丹内さんが力強い声で檄を飛ばします。2004年に UHB が放送したニュース特集です。タイトルは大通りの逆襲。ピボも売り上げが十数パーセント減り、巻き返しを図るため丹内さんはこの春から大掛かりな改装に取り掛かりました。海外の高級ブランドの旗艦店オープンをきっかけに札幌駅エリアへの逆襲を試みたのです。今では考えられない大胆な PR 作戦も敢行。誘致した高級ブランドの服を着た大勢のモデルが街をかっ歩。さらにオープン前には人気モデルを招いたパーティーを開催。出席者の中にはこの人の姿も。新庄が監督が押切萌さんとかなんとかモデルさんも来ていただいて、結構札幌では珍しいレセプションになったんです。大胆な PR 作戦が功を奏し、開店前には大行列ができました。予想以上のお客様に来ていただいて、売り上げも予算以上の売り上げが上がったのは記憶しております。思い出として。札幌駅エリアの台頭や不況やコロナ禍、数々の荒波を乗り越えてきたピボですが、明日
閉館することになりました。旭川なんですけど、あんまりデパート自体がないので、やっぱりここまで来て買い物なので、なんかなくなるとちょっと寂しいですね。学生の頃からずっと通ってたんですけどやっぱりなんか寂しいのが一番ですよね。結構あちこち閉まってるので、ここもかと思って。でもこれでピボは終わりではありません。既存の1階2階地下以外の店舗フロアは全部全改装しているので、もう入られる方にとっては、ま、結構中身は本当に新しいビルっていう風に見れると思います。で7、8がビューティーと、6階からですね、地下1階までがファッションのフロアになってます。来月8日、これまで池内ゾーンとして営業していた建物を改装し、ピボクロスとして新たなファッションビルが誕生します。大通公園から南のエリアでは、たぬき工事で水族館の入るもゆく札幌が7月に、ラフィラの跡地には映画館などが入るココのすすきのがこの秋に開業します。町が大きく様変わりします。やはり進むに向かいにつれて、どん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 そのいわゆるアミューズメント感が強くなっていくんだと思うんですね。ただこちら側っていうのは三越さんから丸井さんまでっていうのは、やっぱりパルコさんもあって、やっぱり昔からのファッションの流れを組んでいるお店が非常に多いので、この通りがファッションの通りになる可能性があるというふうに私たちは考えています。すっごい楽しみです。こう子供と一緒に来れるようなのとか、過ごしやすくなったらなおいいなと思います。新しい街へ、札幌の街は今も変わり続けています。